横浜野島を来て来てますけど、偶然一緒になった国本さん一緒に来た地球さん、なんと全員ソルトなのにベイトです。僕も用意してるんだけど、皆さんベイトタックルベイトフィネスというこの異常さ加減。でもこういう場所でのデイのネギを釣るには使いやすいよね。バッチリです。バッチリだよね。もう根が激しいところなんで、太いフピーライ、あ、太いフロロラインを使えるとバッチリですってことです。よし、バンバン釣りましょう。ワインドアクションですね。はい、ワインドです。何グラム？おお、合わせた。結構多い。結構ピシッと。これがやっぱりね。絶対そっちの方ができる。うん。カサゴ、やっぱ太いフロロならではのね。はい。はい、どうもありがとう。まあ今4グラム、4グラムなんだけど。確定させて、今日はね横浜来てるけど瀬戸内でも一緒、広島でも同じ釣り方してメバル、デイのアジも釣ってます。まあ、要はこうガードさせてはテンションコール、どんどんどんリグが着水からボトムへ向かって落ちていく。まあ、スプールがね縦方向の回転だから楽に出ていくわけですよ。 2グラムとか今まあ3グラム投げてるんだけど、スピニングよりもはるかに着底の瞬間が分かりやすい。はい、着底です。こんな感じ、非常に分かりやすいです。ベイトフィネス、メタルジグ、これ5グラム反作ですね。ああ、いいカサゴ。サンキュー。おお、臭いっす。一切粘る、無謀を言わさない、ぶっこんぴり20センチオーバー。昼間にこういうのが釣れれば面白いよね。さっきよ